はい、どうも皆さんこんにちは、和道です。今日はですね、2019年の2月の26日、11時52分です。今日もよろしくお願いします。お疲れっす。どうも。はい、のんさんいらっしゃい、こんにちは。お疲れ様です。今日は火曜日か、平日かな。はい、こんにちは。昨日夜中配信してたんだね。深夜1時過ぎまで起きてたけど寝てしまった。そう、昨日ね、ラジオ配信夜中、朝方っていうかやってたよ。ちょろっとだけやってました。寝れなかったんだよね、昨日ね。なかなか寝つけなくてさ。はい、和田つね、やってた。ああ、まあ放送ね、ちょっと少なくなってるけど、できるときはね、やるからね。ありがとね。たびたびすいません、ごめんなさい。携帯電話のね、スマートフォンの電源が切れちゃいました。今日は2019年の2月の26日火曜日、11時58分です。よろしくお願いします。すいません、放送開始5分ぐらいで放送切れたの、充電のねミスですね。申し訳ない。はい、どうも。はい、まね、家に帰るところだね。今から家に帰るよ。もう20分15分ぐらいかな。もうちょっとで着くね。帰りですね。そう、今帰宅中。
い、マリルボン、こんにちは。こんにちは。はい、みゆ、みゆ、みゆちゃん、みゆ、みゆちゃんで合ってるかな。ちょっと読みづらい文字だね。こんにちは。今から飛行機乗るんだ。お疲れ、お疲れ。今から飛行機だ。バーガー10分ありがとう。ありがとう。アイテムありがとう。サンキュー。いつもありがとうね。ありがとう。サンキューです。ありがとう。ありがとう。感染ありがとう。感染ありがとう。サンキュー。
深夜の配信見れなかったけど、どんな内容だったんですか？300万の支援がもしかしたら来るかもしれないっていう話を5日ぐらい前にしてたんだけど、でも、なんだ、すげえ全力ダッシュしてるけど、なんだあれ、めちゃくちゃダッシュしてるな。300万の支援があるっていう話だったんだけど、5日経っても来ないから釣りだったみたいみたいな話、釣られたっていう、そんな話でしたね。残念だけど支援者は現れなかったね。リアルに電話して言われたよ。でもまあもう1週間ぐらい経ってるわけだから、まあ騙されたんだろうな。ね、手が込んでるよね。すげえ悲しい。嫌がらせかな。40分ぐらい喋って、3、40分喋ったんだけどな。喋ったっつうか一方的に話聞いてたんだけど、悔しいよね。何だったんだろう。まあ冷やかしだったんだろうな。まあスポンサーがつくまでの道のりは険しいね。ねえ、コツコツ支援してくれた方が嬉しいよね。まあなんかバカにされてんでしょう、多分。騙されたよ。こっちはね、生活費も稼がないといけなくて必死に生きてるのにね、参っちゃうよな。クソリスだよ、クソリス、クソリスナーだよ。腹立つわ。別にさ、支援できないなら支援できないで普通に言えばいいのにね。なんで嘘つくんだろうね。ねえ、応援してくれる人はね、応援してくれてんのにね。なんで嘘をつくんだろうね。ひどいよね。いや、マジで意味がわかんないよ。すげえなんか悲しい気持ちになるよ。やっとね、少しね、悩みが一個解けるかなと思ったけど、まだまだ先は長いね。まあ腹立つよね。俺も腹立つけどさ、腹立ってもしょうがねえかんな。騙された俺が悪いわけだから。まあでも冷静に考えたらさ、300万円分の花火あげるって言う必要ないもんね。本当にさ、応援しようと思ったらその場で投げればいいわけだもんね。本当にお金持ってるんだったら別に明日投げるよとか明後日投げるよとか言わないで、ポンってその場で投げればいいわけだもんね。冷静に考えたらさ、残念だよな。まあコツコツやるしかねえな。悔しいけど。
ったっつうわ。お疲れっす。携帯携帯。うん。騙されたよ。騙された。今日は携帯電話で配信っすね。基本外の時、そうっすね、外の時はやっぱりパソコン配信、機材が重たいから最近は携帯配信ばっかりっすね。基本的にはね、外配信の時はスマホとか iPad、iPod とかで配信してるかな。楽なんだよね。画質を求めたりする時はパソコンで配信するけど、特にね、配信でその高画質だからものは、高画質系はだから動画にシフトしてるかな。一眼レフのカメラとか使う時とかは。はい、こんにちは。携帯配信あんまりやらなかったけど、ニコ生からやってたから、パソコンでずっと外配信やってたけど、最近はまあスマホ配信楽だなと思うね。俺マンスリーランキング圏外だよ。閲覧数は上から17番目だけど、売り上げは150位以内にも入ってないんだよ今。ひどくないね。トップ80人ぐらいは100万円とか稼いでんのに。今から帰るところ。ありがとう池袋さん。池袋北口さんから花火いただきました。ありがとう、いつもありがとうね。ありがとう KP、 ありがとう、サンキュー、ありがとうね。今から帰るところ、5分もかかんない。目の前が家。今帰宅中。ねえ、すごいよね。100万とか稼ぐ人がもうふわっち普通にザラにいるからね。すごい時代が来たよな。閲覧10人とか閲覧5人の人とか、閲覧20人以下の人が100万稼ぐ時代だぜ。どういう仕組みだよっていう。俺配信で100万なんか6年間で1回も稼いだことないからびっくりするよね。何が起こってるんだ配信界に。不思議で不思議でしょうがない。まあものすごいお金持ちの人がさ、世の中にはいるんだよ。すごいね。普通に、まあ、もともと普通に働けないから、俺らは。もともと働けないから、こういうことやってったんで。そういうもんですよ。ちょっと一回配信切りますね。みんなお疲れ様。配信切ります。後で配信開くんで、また見に来てください。おつです。